おお、私だ、当たり。あこんなんでもしゃー、寄せ鍋でーす。イエーイ。はい、こんにちは。はい、ビジョンピークス。あ、久々出したね。久々出したけど、うん、これ多分中とかあんまり見せたことないと思う。うん、忘れてたって。はい、ちょっと中見えるかな。ここにね、はい、うん、ランタンフックがあるんですよ。うんうんうん、でランタンフックが四つ角にもあるんで、紐がね、うんうん、あのよくあの車とかのさ、うん、小物入れ、うんうんうん、網あるでしょ、あれ引っ掛けると。そっかそっか、物入れ作れるのか、うん、ただここランタンをちょっとあれしないと、うん、あれだけど、そういうのもありかな。ありだね、うん、横にあれもちゃんとね、ベンチレーターもついてるね。で11月の最初なんですけど、うん、まあ外はマイナスまでいかないけど、うん、マイナス近くまで行ってもそんな寒さと風は感じなかったかな。そうだね、1万円なのに、ね、座面でこんだけ頭上空くからね、うん、結構ありますよ。そう、小人なら立てるからね。いやいやいや子供は喜んで遊んでるよね、うん、あとね前後に入り口でね、大人、まあ、俺180の脇が、うん、140ぐらい。違うの、そんなにないけどさ。まあまあ、うん、寝てる感じはかなり出れますよ、ね、普通に、うん、まあ私が横に寝ても気持ち横開くからね、うんうん、小さいお子さんだと川路地、うんうん、親子さんに寝れるかな、うんうん、っていうような感じ、うん、変な話、まあ、くっついて寝た方があったかいっていうのもあるしね、うん、なんだこれ TC 素材なんですよ、うん、なんでまあ夏は涼しいのかなと。そうだね、で、うん、一応こうメッシュになるからね、これね。やってみますか、うん、後ろマーク外側開けて、うん、これここにここにしかないんだけど、こうやってやって、うん、内側に入れて、内側にここでこうやって止める、うん、こっち側は、うん、ガハトでやる、うん、こういう感じになって、うん、虫が入ってこない、ね、うん、メッシュもね、うん、かなり細かいメッシュ、うん、かな。虫が入んなくていいよね、うんうん、ただね、開け方がこうだからね、うん、うちはこれ当たりかなと思って、うん、色も好きだしね、タンカラーがね、うん、飽きない色だから、そう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 、うん、流行り廃りにはね。で、今回買ったこのターフト、うん、いや、それのターフトね、合ってんだよね、何気に、うん、そはい、せーの、パパーン、こんなんでもしゃー、寄せ鍋でーす。イエーイ、寄せちゃった寄せちゃった、うん。
今日のお鍋はネギ塩鍋。おかー、おー、しょっぱりですよ。いただきましょう。そう、ダイソーで買ってきてもらいました。今日もありがとうございます。こうやってこうですよ。お、すごいすごいすごい、大きい。それ相撲取りの塩巻いてるみたい。塩かきすぎちゃうんじゃね。すげーよ、かっこいい。おお、すごいね。しょっぱくしちゃったかな。しょっぱくなっちゃった。そう、ダイソーだって。急遽のキャンプ、はい、楽しかったね。楽しかった、のんびりしてよかった、ね、のんびりして、で、うちは次は来週はユニオンのアストニット。あ、そうだ、ユニオンのイベント、イベント何ですかっけ、貼っときます。じゃあ概要欄に、で、その次の週は22日、はい、花々の里配ります。花畑じゃねえぞ。花々の里。結構ね、ニャンちゃんとかいるらしいよ、うん、まったりするところらしい。行ってみて、行ってみて、様子を見ていきたいと思います。はい、はい、では今日はお疲れ様でした。お疲れ様でございました。お時間のある方は来週印西ユニオンでお待ちしております。当日入れるの？入る、入れます。はい、お願いします。うちは土曜、日曜で、日曜日、はい、日曜日お昼頃行きます。出陣の予定でございます。はい、はい、はい、それでは皆さんお疲れ様でございました。お疲れ様でした。ポイントいいですか。はい、はい、せーの、ほい、はい、お疲れ様でした。また見てねん。ラーメン、今日ラーメン、今日ラーメンだって、今日ラーメンだって。今日はゴングらしいぞ、ゴング、ゴング、ゴング。